京都芸術花火は京都府京都市伏見区にある京都競馬場で2018年から行われている花火大会である。2018年に初めて関西での芸術花火が毎年行われることが決定した。2018年に第1回が開催された。前年に正式廃止された宇治川花火大会に入れ替わる形とはなったが京都府下の花火大会では 最大の規模となった。なお、その後2019年に、亀岡平和浅井保津川市民花火大会が、打ち上げ数を約8000発とした上で、本大会に次ぐ規模の大規模花火大会に、昇格している。同場所での花火大会は2005年に廃止された、ヨドサマーカーニバル以来13年ぶりに開催された。ジョルダンが、自社の花火大会紹介サイトへのアクセス数によって、 ランク付けした花火大会の人気度ランキングでは、2019年現在で、京都府内で人気度1位、関西で人気2位となっている。2020年より2023年にかけ、京都競馬場のスタンド改築を主とした大規模な工事が実施されているが、これとは別に2020年の開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止により中止した。 2021年も公式ホームページやツイッターでの開催中止のの告知がなかったものの、角川が運営するサイト、ウォーカープレスで中止が発表されていた。2022年の開催は会場の一時的な移転の是非を含めて未定である。ありがとうございます。